ああ、なんてこった。どうも、 D チャンネルのデレソです。まあタイトル見たらね、わかると思うんですけども、今現在ですね、この D チャンネル、とあるね、粘着なアンチに目をつけられてるんじゃないかという疑惑がございまして、もうとにもかくにもですね、ちょっと見てもらいたい映像があるんですよ。これを見てもらいたいんですけども、これはですね、以前自分がアップしました、まあイカ天にねキムチを合わせて食べるっていう料理系の動画ですね。それをこれは上げたばっかですね。再生回数もまあ100何ぼという中で、ついてるこれ高評価と低評価の比率なんですけども、黒っぽいのが高評価、白っぽいのが低評価っていうので、まあこの状態はまあ低評価が多いというので、まあ低評価はね、12件ですか、それぐらいになってると。まあまあそれはね、もう人によっての好みの判断だと思うんで、まあ高評価が多いか低評価が多いかっていうのはまあ仕方ないことだなとは思うんですけども、そこからですね、ちょっと置いた後の映像を見てもらいたいんですけども、これも同様にね、キムチの動画でして、でそっからまあしばらく時間経って、まあ再生回数が400何歩とかそれぐらいになってるんですけども、ちょっとね、まあ比率がね、ちょっと高評価が多めになって、あ、そんな12をまくるぐらい増えてるのかなと思ったら、低評価の数見てくださいよ。ほら減ってるんですよ、低評価の数が。これは一体何ぞやっていうね。でこれ、まあ念のためにね、もう一度ちょっと時間を置いて見てみたんですけども、まあ、再びねキムチの動画アップして、でこれが、まあ、これぐらいの再生数があって、で再び見てみるとなったら、やっぱり比率そんな変わんない感じなんですよね。だからぐわっとこう低評価が上がってたのが一気に減ってるっていう、こういうね不思議な現象が起こったわけですよ。まあ自分でね、高評価とか低評価したものって、もう一回そのボタンを押したら取り下げることができるわけですけど、でもそんな一斉に低評価を取り下げるっていうことがあるかって言われたら、ちょっとまあ現実的に考えづらいわけじゃないですか。これは一体どういうことなんだろうと思って、いろいろ調べてみたんですよ。そしたらですね、どうやら同一人物で複数アカウントを使って低評価をつけてるんじゃないかっていう疑惑が出たんですね。これはまあ YouTube とかにねコメントされてる方とかは分かると思うんですけども、最初ねそういうコメントするってなったら Google のアカウントを作る必要があるわけですよ。 Google でそういう登録をして、で自分のアカウントが持てましたってなったら、まあ最近はねその Google のアカウント自体で YouTube にもコメントすることはできるっぽいんですけども、まあでも通常はその Google のアカウントでさらに YouTube に入ってそのアカウントを作って、高評価なり低評価なりコメントなり、なんだったらチャンネル作ったりとか、そういったのできるわけなんですけども、一個その Google のアカウントを作れば、その YouTube のアカウントっていうのは複数作ることはできるわけですよ。だからうちのチャンネルも一つの Google のアカウントを持ってて、そのアカウントからこの D チャンネルとかサブチャンネルである D チャンネル2のその YouTube のチャンネルをやってるわけですよ。だからどうやらその一つの Google のアカウントで複数のその YouTube 用のアカウントを作って一斉に低評価を押してるっていう疑惑が持たれてるわけですね。このね、低評価ワッて上がってフッて沈む現象、言ってなかったですけど、これまでねちょくちょくあるんですよね。ちょくちょくあって、おかしいなおかしいな思って、そんで先日のねキムチの動画でも同様なことがあったんで、まあ動画回させていただいた次第なんですけども、どうやらね傾向的に料理系の動画にそういった感じの低評価ファッてつけるっていう、まあ前々からね D チャンネルご覧になってる方はわかると思うんですけど、 D チャンネルは主に自分が料理して食べるっていう動画と、まあ他のメンバー、まあ最近は清盛さんばっかりですけど、まあ他のメンバーとかと一緒にわちゃわちゃやるっていう、そういった動画の
まあ主にね2種類に分かれてるわけですよ。これはもうほんともう9年前 D チャンネル立ち上げた時からもうほぼほぼ分割して、まあ何だったらゲーム配信とかもうほんともういろんな多種多彩な感じでやってるっていうチャンネルでして、そういうのやってるとね少なからずその D チャンネルの中でもなんか、これこっちのジャンルのファンだとか向こうのジャンルのファンだみたいなので分かれてて、まあ前々からね一方では料理やめろっていう意見もあれば一方では料理だけやれよみたいなのもあったりして、なんかそういった思いが爆発した末でのなんかそういう、集中低評価攻撃みたいなのがあったのかなっていうふうに思ってるんですね。まあそういったのもろもろ話してきて、じゃあね D チャンネルどっちか一個に絞ればいいじゃないかって思われるかもしれないですけど、まあやっぱね自分としてはせっかくね YouTube をやってる以上なんかいろんなことをやりたいなっていうので、もう自分の好きな料理動画だったりとか、みんなでわちゃわちゃするのも好きなんで、まあそういうのをやったりとか、そういうなんかいろいろ可能性のあるものを見せてって、その中でまあ視聴者の中でなんか好きなものを見てもらえたらなっていう風な感じで運営してますんで、ぜひともねそういった思いっていうのを汲み取ってもらえればという風に思います。でまあ、この際なんで、まあ、改めて言いますけども D チャンネルはコメントはね承認制を取っております。先ほども言ったようにね D チャンネルの中でもなんかこう過激派な感じのコメントとかもねあったりするんで、そういったねもろもろなことを考慮して自分がね目を通して弾く場合とかもあったりします。その辺はねぜひともご了承いただければというふうに思います。だからもう何が言いたいかっていうと、もうおめえのやりたいことはもうまるっとお見通しだから、もう無駄なことはやめなさいというふうに、お、お、いたします。